どうも、エルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さて、メインミッションだけどブリーフィングで会議するらしいんで、ちょっと話してみましょうか。あとね、ちょっとびっくりマークがついてるのが気になってて、ていた。ここで何をしてるんだ？正直に言うとね、ブルームでのことがあった後はあんたたち全員を皆殺しにしてやりたいと思ってた。でもスカイラーセンのニューラルマップが生み出す悪夢を探るには人手が足りてない。だからデッドセックに名誉を挽回するチャンスをあげてもいいかなと思って。続けて。ある時タクシーに轢かれたんだ。結構前に起きたことなのに一向にニュースになる気配はない。話が飲み込めないんだけど。さあね。まあ強いて言うなら、ロンドン市内のタクシーは無人運転で全部 AI が動かしてるから変かなって。うーん、うん？どういうこと？あー、はい。は？違う、サイドミッションが出たのかなと思った。そういうわけでもない。いや、出たね。知識。はあ、ミッションくれるんだ。そういうことね。ちょっと洋服変えよう。知識か。あれなんだね。こう必ず、見た目全員似たような感じになるとかっていうわけではないんだね。あ、顎動くんだ。これにしよっか。アウターも変えちゃおう。あー、前閉めるタイプね。うん、開けれないのよ。これに、まあこれで、まあ、まだね、洋服の種類がそんな多くないからね。あ、ズボン？いや、それはダメ。デフォルト。で、帽子いるかな。よし、これでいこう。ちなみにさっき出たミッションは、ナウとか特別ミッションみたいな感じだね。ちなみにラウは？調子はどう？セーフハウスに出入りさせてもらってるけど気にしないでしょ？犯罪がある限り止まらないわ。未解決の事件があるの、協力してもらえないかしら？わかった。助かる。バグリーに詳細を転送したから、詳しいことは彼に聞いて。ダメだな、これ視界に入ると全く話入ってこないな。めっちゃ光ってるしね。じゃあクランケ話進めようか。いいな、始めよう。マリクによれば、独断で行動しているサーズの派閥が政府の支配を固めるため、デッドセックを爆破事件の犯人に仕立てました。新たな体制への反発までもあなたたちへ向けようとしています。こいつらがいわゆるゼロデイのメンバーだ。誰かはわからないが、リーダーがいると思って間違いないだろう。私の経験上、リーダーさえ排除すれば。頭が死ねば体も死ぬ。でもなぜ今？
2週間前ゼロデイにつながる架空会社が旧ソ連圏の倉庫からセムテックス40キロを輸入した。今もまだロンドン内にある。どうやらゼロデイは前回よりはるかに壮大な爆破計画を立てているようだ。理由についても察しはつく。偽旗作戦ですね。大勢が殺され、誰かが二度と会ってはならないと言えば残された人々が同調します。ゼロデイはそれを狙っているのです。我々は共にゼロデイの黒幕を暴き止めたいと思っている。前回の爆破事件に関わるあらゆる証拠を見つけなければなりません。接点は私とマリクが分析し、ゼロデイを仕切っている人物を特定します。回線はこのままにしておく。マリクの話が本当なら、まあ、なるか。ゼロデイは政府の実権を秘密裏に握るために町の半分を吹っ飛ばすような正体不明のスパイってことか。それでもって自分に歯向かう奴がいるからまた同じことを繰り返そうとしてると。めちゃくちゃだな。全くです。また爆弾を仕掛けるなんて同じことの繰り返しでは芸がないですよね。ああ僕らのせいだ。僕らが反撃したせいでゼロデイは逆上した。これは僕らの責任だ。被害者を非難するような考え方はやめな。暴君気取りのやつに好きなように顔を踏みつけられるくらいなら何千回だろうと爆破された方がマシだね。さあ本部をハックするらしいね。本部は意外と近い。こっちから行くか。さあファストトラベル完了と。それなりに距離はあるからね。まだ先かな。サーズの証拠書類を盗め。組織は細かく区画に分けられている。一箇所にまとまって保管されてるわけではないぞ。スパイをスパイしようってことか。危険な任務だ。作戦なしでは動けないな。ザーズはフィラメントというスーパーコンピューターを使っている。 CTOS ネットワークから情報を抜き取るためだ。市民、政府、市販端末、つまりはイギリス中の記録を瞬時に調べ上げることができるヌードルといったところだな。クソったれ。気に入らないだろうが、これのおかげで大勢が救われた。フィラメントにアクセスしたら検索タームを送る。さあちょっとこの状態だと、ああもう禁止エリア入っちゃったか。このまま、さて、役員とかになるのか。で、君は陽動で、忘れなく、はい。で、OK。両方ではないね。まあ、これで、第一段階的な感じか。ああもう見られるね。そこは入れるのかな。まあさすがに入れないか。やっぱ入っていくしかないのか。
2階に行きたいよね。ターゲットの痕跡は？何が起こってる？あの後は中に入ればいいから、いやパッと見いい人みたいな感じだよね、見た目ね。仕事できそうな普通の人たちを、まクローク使えば楽勝。やっとこれで2階に行けるね。失礼。んで？さすがに大丈夫そう。あードローンね。はあ、それはちょっときついな。あのドローンはきついね。CT ドローンね。さあ異常検知で、ああなんかいつぞやのところか。すごい。好き、あの同じやつあるんだ。さっさと出てきます。移動する。あっちに向かってたわ。探し出して。銃撃を。よし、オッケー。まあね、止めてしまえばそんな大したことはないからね。ほい。ああ、ここ最初の頃の場所だね。さあ、監視カメラオーバーライドと。迷ったな。お？はい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 。いや今回あれだね、結構このスパイダーボットとか機械系をね。侵入は手伝いますが痕跡が残ります。マリクに考えがあれば別ですが。よし、スパイダーボットの動きがシステムメンテナンスとして記録されるよう書き換えた。
親切だな。そして自分の組織もあっさり裏切る。現実と映画は違う。スパイは警察じゃない。私はデッドセックのような小悪党と協力することで巨悪から社会を守れると信じている。ゼロデイは皆殺しにしてくれたけど、考え方はいろいろあるということだな。まず発信源をたどっていかないとね。はいはい。んで、これもつながった。ジャンプ1回はつらい。で、これも解除。あ、違う。解除。解除。で、回転。回転。さらに回転。で、ここに戻ってくるわけね。はい。ほう。よし、オッケー。はい、ハッキング。はや。よし、情報を手に入れたぞ。誰か来て騒ぎ出す前に脱出しよう。すごい。まあ、騒いだ後なんだけどね。くまなく探せ。侵入者を見つけるぞ。ドローン、サーチ開始。この辺り貨物ドローンはないかな。あ、やっぱり取ったところだね。貨物ドローンないかな。飛んでいけるっていいね。ちなみにこれ落ちたらダメだよね。さすがにね。そっかそっか。まあクロックである程度消えれるからね。これクロック強化するのありだな。SARSのメンバーのリストを手に入れた。それでは CTOS を解析してゼロデイのリーダーを突き止めましょう。あなたがグアンタナモと EOL より早く終わらせてみせますよ。機密データはこちらで何とかしよう。感謝する。例えばですが、私が一緒に取り掛かれば、このファイルにある者たちにはつながりがあるようだが、必ずしも皆が共犯者というわけではない。情報の専門家でなければ見分けがつかないだろう。何か見つかったらまた連絡する。切られました。感じの良い方ですね。感じの良い方ね。まあ、あいつ怪しいけどな。じゃあ次、ハニートラップやっていくか。まあまあまあ、でも時間いいんでね。今回ここまでにしましょうか。会って話そう。話が込み入ってきた。そちらが盗んだファイルにアクセスできない。え、なんだって？ファイルがロックされている。それと、手に入れた直後にこんなものが送られてきた。ほう。動画ファイル。ビーちゃん、
を調べて我々を探そうとしているのか。悪くないな。同じ手を使わせてもらおう。仮面の救世主か。気になるな。バグリーに座標を送った。最優先事項であることは言うまでもないな。採用候補を見つけました。マップ上にピンを打ちますね。採用候補ね。はいはい。ということで、今回ここまで取れます。終わる。すげえ。なんだあれ、ほぼなんか戦争できるくらいのもの持ってるね。まあ、ハックはできるんだね。はい、ということで今回ここまでとなります。またそうですね、次回はこの続きやっていきたいと思いますので楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。